ビリンゲリム・カール・ロビチビト・ゲフトは、帝政ロシアの海軍軍人。日露戦争では、旅順艦隊を率いて、航海海戦を戦ったが、戦死した。ドイツ系の家庭に、オデッサで生まれる。1868年に、海軍学校を有料な成績で卒業し、クリッパー、フサードニクの陸民員として、世界就航。1870年に、 歌詞館、1873年に商位に任官する。1875年から3年間、砲術と嫌いの専門教育を受ける。後、バルチック艦隊に配属される。1885年、紅葉砲艦、グロザーで、初めて艦長を務める。1892年に、水雷巡洋艦、ボエーボーダ艦長。1894年大佐に、昇進。 二等巡洋艦、ナエーズニクの指揮を取る。1895年からは一等巡洋艦、ドミートリー・ドンスコイ。1898年からは、総交艦、オスラービアの艦長を務める。1899年10月26日、極東艦隊に転属し、エブゲーニー・アレクセイエフ総督の参謀長となる。同時に巡将に昇進。ビトゲフトが座城した期間、聖サレービジ。 マストの下が環境。1904年の日露戦争勃発後、4月にステパン・マカルフ提督が戦死すると、臨時艦隊司令長官に任命された。前任者とは、対照的に、優勢な日本海軍の旅順口攻撃の前に、旅順港内に閉じこもって、戦力を温存する策を取ったが、旅順が日本軍の包囲を受けると、対英的な姿勢が批判を浴び、ついには、 皇帝ニコライ2世の伝報を受けて8月10日に、ウラジオストク港への脱出を目指して出撃する。港から40回りを過ぎたところで、東郷平八郎を率いる連合艦隊に捕捉され、海戦となる。その最中、ウィトゲフトがいた機関、聖サレービチ環境の司令塔を、連合艦隊機関ミカサが放った12インチ砲弾が、直撃、羅針環境で指揮を取っていた、彼を戦死させた。 その死は、ロシア艦隊に大混乱をもたらし、旅順艦隊は、組織的な脱出に失敗した。ありがとうございます。